東方だって第10レース S 級準決勝1組目スタートです。ポーンと1番車井上博之は前を問いに行きました。3番の三宅達也、4番の山下和樹、2番の山口隆弘、車間が少し空きます。7番谷口良平、5番の山本直、さらに車間がいて地元6番生と新作7番手です。この形でこれから三つラインが作られて本戦の得点組です。谷口、稲垣、中部、近畿の2人が前から、中段が中国3社は山本直に初日同様三宅達也、岡山両社に山口の山下和樹、西九州で地元勢後ろ攻めです。瀬戸新作、山口、高弘のコンビ。1周4コーナー過ぎて2対3対2対列が落ち着きました。周回残り4周です。初日の特選同様連携であります。7番の谷口と1番稲垣のコンビ、初日は谷口選手ロングまくり会炸裂を後方から中川誠一郎のロケット幕に屈しております。稲垣が再度谷口に託しました。この両者が人気を一身に集めています。3番手から5番の岡山、山本の予選は5番手からロングまくり上げ長距離砲を打っていきました。厳しい状況なんとか踏ん張っての3着でありました。初日同様3番の三宅達也、昨日は山本のマーク4番手が直線中を突き抜けて1着を取っています。4番車山口の山下和樹は今日は岡山勢の後ろ3番で固めます。山本直俊は3分線の中3車1人追い、長さを視界と生かせるかどうか。3周目に入っています。西九州勢が後ろ攻めとなります。今季久々1年ぶりに S 級開催だ地元の瀬戸新作、昨日は金ヶ谷の男気先行に乗って追い込んで勝っています。今日は山口隆弘を従えて自力どう動いてくるか。昨日の山口隆弘は伊藤相馬枠予選2着であります。残り2周半を切りました。7番の谷口が受けて立ちます。5番の山本直が3番手、地元6番瀬戸新作6番手、まず瀬戸、山口、西九州2社が動きます。左手赤番を迎えます。山本直の横足を止めた、打掌の周回です。踏み込んでいく7番の谷口はすんなりと西九州2社を出させたが、素早く山本直が西九州の上から抑えに行きます。山本直がやはり長さを生かして先行勝負か。6番の瀬戸は4番手、果たして谷内これは初日よりまだ後ろ6番で余裕があるのか。堂々たるレースを見せられるか、車間を空けせるか。山本直がライン3で厚み振るかの6番手から長い距離勝負いった、快速まくり返し稲垣を連れて谷口、稲垣特選組番手の三宅が抵抗、三宅が1回2回乗り越えた乗り越えた、山本直に襲いかかる7番谷口、稲垣人気乗車できた。そして6番手が今度は地元瀬戸、3番の三宅も縦に変化、三宅と瀬戸3番手バッティング、その上瀬戸が乗り越えるか。3番の三宅内側から乗り越え、稲垣を内と外攻め込む4コーナー、2番の山口外で持ち出した、7番谷口、1番稲垣抜け出した、7番2番2着微妙、あとは3番4番の4着争いか。稲垣ひろゆき抜け出して2着どうか。谷口が力強く長い距離踏んで稲垣が抜け出しています。あとは7番手瀬戸の幕に乗った山口がものすごい勢いで直線突っ込んで2、3着どうでしょうか。7番の谷口が内、外2番の山口、内外広がってどうでしょうか。際どい感じがいたします。3番の三宅が4着入線、4番山下5着入線です。2、3着につきましては審判の決定をお待ちください。稲垣博之が先着10レースでした。